いやいや、俺うるさいとか言ってる場合じゃない、言ってる場合じゃない、命がかかってんだこっちは。はい、こんにちは、ピカですけどね、今まで269名の方が亡くなったというね、100年以上も続くバイクのレースですね、マントー TT、 いよいよ今年もね2024ということで始まりました。いやー、ほんとね、なぜこれが続くのかわからない。こんな危険なコースよ、やばない、やばない、こんなコース、こんなんなって今危ないよね本当に。そんなね、マントー TT 出られてるレーサーの方もやっていると言われているマントー TT のゲームの方やっていきたいと思います。超リアルにできてますからね、これで練習とかするみたいですよ。はい、ということでやっていきたいと思います。どんなレースなのかと言いますとですね、2007年に第1回を開催されてですね、イギリスのですね、真ん中のとこね、へそんとこ、マントーで行われる行動レースということになります。今年で103回目のレースということになります。そして忘れてはいけないのが、そのね、死者数の多さになりますね。こちらが死者のリストになります。もう本当に英雄ですよね、ずっとありまして、ものすごいリストだよ。こんな感じで269名の方が亡くなるというようなレースになってます。103年の歴史なんで、 2,3 人の方がもう亡くなるっていうね、そういうレースになりますね。昨年は3名の方が亡くなっています。そしてなんと2022年には6名の方が亡くなるというね、それなのにやめないっていう、どういうことなんだっていうね、リスペクトしかないレースということになりますね。それではね、今日はそのゲームの方をやっていきたいと思います。こちらのゲーム、マントー TT3 ということで、1、2があって3ということになりますね。それではね、走ってみたいと思います。こちらがフルコース 60.80 キロ、まあほぼ半周ぐらいっていうのかな、真ん中をくるっと回るっていうね感じになりますね。でも60キロってすごいよね、コースの長さ。ということでこちらのコースやっていきたいと思います。カテゴリーを選んでいきましょう。スーパースポーツ、600クラスと1000クラスみたいなのがあるので、1000クラスで行きましょうか。バイクは川崎、ホンダ CBR、BMW、BMW、ヤマハ、ホンダ、川崎、スズキ、ホンダ、BMW、ホンダ、何周しとるの？こんな感じになりますね。どれが乗りやすいんだろう。最高速一番出るやつが311キロのホンダかな。もうスペックで行くからね、男の子は。ホンダだね。160kW、310kg、ホンダのマシンでやっていきたいと思います。バイクのセッティング、まあ、いいか。いや、もうこれね、こけずに走らなきゃいけないっていう、もうこけたらもう人間の何かしらが壊れるっていうね、あとは運次第みたいなところありますからね。さあやっていこう。さあ行くぞ、スタート。クラッチ握って、やば。はい、 PS5 版ですね、でやってます。こんなとこだって全開で行くのおかしく、無理だって。やばい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 。まあ線の方が安定してる、どうなんだろう。前の車に追いつきたい、追いつきたいっていうね、意識が、あーあ、いきなり、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、ゲームでよかったね。セッション再スタート、やっていこう、やっていこう、やっていこう。クラッチ、あ、ちょっと待って、クラッチいきなり離したら失速した。大丈夫、馬力がある、馬の力で。うわ、道がない、道がない、うわ、道がない、道がない、あー、ぶれ。これさ、歩道のこのなんか縁石やばいよね。歩道なくしたら、ブレーキで、ブレーキで詰める、ブレーキで詰める、ブレーキで詰めたい。外から行く、インから立ち上がって、いやもうレース、意味わかんない、意味がわかんない、
なんで、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 なぜ走る、なぜ君は山に登るのかみたいなね、そんな話だよね。名誉のためだけだよな、本当に。いいのか、こんなレース、本当に。まあでも、よし、トップに立った。めっちゃバイク安定してる。いや、このぐらい、あっ、あちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、マジで。めっちゃバイク安定してるって言った瞬間にあんなことになるんだよ。もう280、最高速出ないんですけど、300出た。うわ、危ない。ここ完全にやっちゃってるよね、俺。やっちゃってるわ。ということで、無事故で走るまで終われません。やっていこうかね。やっていきましょう。しょうがない。さあ行くぞ。ストールするんだけど、トラコンとかのこの設定なのかな。アンチウィリーと ABS とだいぶ攻めれるようになってきた。乗りこなしていく。こういうことになっていくんだろうな。ちょっと集中していくよ。 60.8 キロ、無事故で生き残る。うわー、怖っ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 。嘘だろ嘘だろ嘘だろ。やばいやばい。これ無事故でいけるんかな、本当に。ライン上をライン通り、まあ、ラインないけどね。アクセルワーク見て、俺の慎重な命がけだと思っていく。ぶつかったらもうなんか本当に自分が壊れると思っていくわ。そのぐらいの気持ちでいく。行ってないな、気持ちで行ってないな。こうめっちゃ冷や汗出るな、今のところな。そのつもりでご覧ください。そのつもりで。今も頭持ってかれそうだもん。いや、もうクレイジーとしか言いようがないよな、これ。本当にゲームでさ、本当にこう、もちろんね、事故っても俺はなんともないですよ、これね。でもさ、そうじゃないと思って慎重にやってても、ちょっと何キロ出て、280キロ、やばい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 。こう全開コーナーじゃない、全開コーナーじゃない、ひょっとして。ちょっと待って、ちょっと何キロ、200キロで回ってるよ。あんな、街中のコーナー、260、280、290。ちょっと待って、ちょっと絶対緩めたい、絶対緩めたい。もうマジでここで転んだらやばい。体がバラバラになってしまう。そう言いながらもう、もう目の前最大集中だからね、これ。そして歩道のなんかこう段差が気になる。飛んでます、飛びました、私今。はい、皆さんもね、実際乗っている気持ちになって画面をね見つめておいてください。はい、きっとね、事故ってヒヤッとしますからね、これ。慎重に行ってるよ、慎重に、もちろん慎重に、かつ大胆に。うぃ、危ない危ない。一歩こう開けるのか戻すのか、そしてそれともブレーキなのかっていうね、一瞬の判断ですよ、一瞬の判断がね。危ない危ない危ない。バイクの場合はさ、すぐにハンドル切れないですわ。荷重を移動しちゃってるからさ、こんなスピードで荷重の移動を行っておりますのでね。いっけ、フル加速。4速全開のコーナー。うわ、危ねえ、怖え、
めっちゃ怖いんだけど。どのくらいからブレーキング、いやー、おい、来た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 。うわー、ちょっと相手が絡むとまた。そうなんだよね、この難しさはさ、相手がいるってことなんだよ。相手に釣られてるしさ。おいえ、やばい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 、遠赤やばい、危ない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 、ちょ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 待って、いやいや、俺うるさいとか言ってる場合じゃない、言ってる場合じゃない、命がかかってんだこっちはっていうつもりでやってっから、もう事故ったらチャンネル消さなきゃいけないぐらいの気持ちで、いや、カットするわ、普通に事故ったとこカットするわ。うわー、ちょっと待って、これ抜けに抜きますよ、失礼します、ちょっと引き離したいじゃん、引き離したい気持ちがある、気持ちがあるけど、いやー、ちょっと邪魔だ邪魔だな、こっち来んだよ、危ない危ない危ないって危ないって、何して何してんだよお前ら、もう何してんの、本当にこんなとこでレースなんかすんじゃねえよマジで、いやいやいや、おかしいよね、よし、いや、やばい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 、ハンドリング慎重に、汗出てきた汗出てきた、まだ全然ですよこれ、まだここね全然ですよ、10分の1ですよ、ね、10分の1ってことないけど、うわー、怖え、めちゃめちゃ怖え、230キロで丸コーナーとかって、うわーうわーっていっちゃうよなこれ、やばい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 、汗出る汗出る、まだ5分です、開始から5分です何回死にそうになってるこれ、開始から5分で、そんなレースある、失礼、いただき、いただきとか言ってる場合じゃない、さあ行くぞ、全開で行く、危ない危ない危ない、危ない、危なかった、今トラブルとかもあるわけだよ、ね、なんか考え出したら切れないよな、うわうわうわちょっと待って、見てなかったこと、見てなかったよね、みんな見てない見てない、いや無理だわ、だってさ今んとこ普通になんていうのミスしてないよ、路面の うねりよ、だってあれはなくない、俺のミスじゃなくないそんなこと言ってらんないよ、そんなことで俺のミスじゃねえとかミスだとかそういうことじゃないよね、いやだってあんな、だってまあまあまあうねってるところでの操作の問題なんだけど、1個1個コーナーを詰めていくしかないんだろうな、しっかりこれ満頭ですね、4年ぐらい走っておりますがだいぶ上手くなってきてはいるんだけどね、うわあああああいうのもある、ああいうのもあるね、確かにだから巻き込まれるパターンもあるよね、俺だけじゃないんだもん、だからなんだろう、
他人にも命を預けてるっていうことなんだよね。単独で事故ってさ、事故らなきゃいいっていうもんじゃでもないじゃん。当然こうなんか、うわわわわ、やばやば、こんなだってだいぶうまいんだけどな、俺これだいぶ、まあまあこれずっとやってる人に比べたらもう全然下手くそだけど、案外バイクゲームうまい方だと思うんだけどね。こちょちょ、だからほら見た今の、見た今のやばいって、君たち、そうだよね6人死者が出るってそういうことだよね。1年で 100何名出るのかな、100何名出て6人いなくなってるんだよ。どうすると何それ、登山でもそんなことないわ今時。危ない、これは危ない危ない危ない、よくよくかわした。あのくらいはもうなんかなんとなくこう慣れっこっていうか、だいたい分かってきた、この縁石の乗り方みたいな。縁石じゃないけどね、歩道の乗り方分かってきた。もうなんか自転車少年だった頃、大丈夫、歩道の乗り方分かるみたいな。ちょっとジャンプすればいいみたいな。大丈夫、歩道でこけたことないから。車がバイク飛んでたところは有名なコーナーですね。意外とこう低速になった時もハンドリングがね難しかったりしますね。低速だと意外といろんなとこ行ってしまうって。あー離れた。そりゃこんな高速コーナー無言になるわな俺も。いや、そういうのもあるよな。 S 字とかでリズムがおかしくなって、バイクはほんとこのそういうのある。危ない、めっちゃこけとるやんけ、みんな。後ろ来るな。さあ行け。持ち上がり、あー海に入ります。だいぶ速くなってきた。ここ難しいんだよな。こういうとこで、こういうとこ、危ない、こういうとこ難しい。危ない、案外危ない、立ちこけみたいになる。まだここか。
危ない、ここ危ないんだよね、ここのこの峠道やばいから。まあ、だから伊豆半島をこう半周みたいな感じなんだろうな、イメージな。からもう山側に入ってきますね。ここもなんか危ないコーナーがいっぱいある。高速、かなりの高速セクション。ギリギリや。この棒だよ棒。この柵。この柵必要ですか、これ。せめてこう、なんかもうちょっとこう人に優しいものにしたりとかっていう文化はないですか。危ねえ。リズムなんだよね、こうリズムがちょっと変わるじゃん。リズムが変わるとちょっと難しくなる。こういうところの高速コーナーも意外と危ない。この高速コーナーね、ちょっと怖いんだよね。ここちょっとリズムが違うじゃん。ほらここギリギリだもん。ここもちょっと R がうまくライディングしないと。案外うまいよな、俺。何のフラグ、何のフラグ。案外うまいよなって言うと大体転ぶ。あー、この高速コーナーで行くよ俺。あ、行くよ。多分向こう、遠くを見る、遠くを。やばくないこれ。200キロ前後の、ここ何キロよ、200。何キロよこの峠。やばいよな、こう気持ちよさそうだけどね。出せない。うわー、もうだってやばくない。うまい。いや、あれは事故るよ普通。行かれちゃう。あ、ここ危ない。危なかった今。やるよ。よし、行け。ブレーキを凝らして。行け。しびれるなぁ、これしびれるよ。よいしょ、いけ。やばいよこれ本当に。何回やばいって言ったよ。
からまたちょっとリズムが変わってね、リズムが変わってって言ったのにああせっかくここまで結構むずこむずこではないな来たのに今んとこだよなぁ、なお分かってたんだけどなぁ。いやぁ、ちょっと行かれちゃう、行かれちゃう。心理的な、あー心理的な、ちょ、心理的な。このなんかね、最後のこの、気持ちだよな、気持ち。最後は気持ちなんだよ、本当に。レースっていうのはさ、メンタルスポーツだよ。無言だもんな。実況になってない。ゲーム実況になってない。する気がない。うわあ、どこ行く？山登って、ああ、そんな転び方。ここがね、ちょっとこのゲームの構造上ね。難しい。ゲームの最後ゲームのせいにするっていう、最後ゲームのせいにする。はい、ということでゴールー泣ける、泣けます。何位になった？20分33秒と10位じゃん。ということでね、まあこれを見てね、このマントーレースのヤバさっていうかね、異常さを感じていただけたらなというのがあります、はい、そしてね、このマントー TT やるとね、本当になんか手に汗握るよ、うん、そしてこのね、操作性もね、素晴らしくリアルなので、もっとね、ちゃんと乗れるとね、もうちょっとこう速く走れるなっていうところも、まあ、垣間見れたと思いますけど、はい、そんな感じで今ね、絶賛開催中であるマントーですね、 TT レースのゲームをご紹介しました。今年はね、何事もないく終わるように祈っております。はい、ということでまたね、これやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。